たおかしいのか。ママに怒られた。フランス料理。今日は久しぶりに朝からの一日撮っていこうと思います。今日はプリリーの撮影が朝からあるので、まあ、プリリーの仕事がメインの一日になるかなという感じです。今から朝の家事をしてお仕事の準備をしていきたいと思います。何あんたたち体がかゆいなの。でむくみをねゴリゴリ取ってきました。ストレッチして、で編集アシスタントさんに渡す素材を整理してます。遊んでるのは決まれる。朝からめっちゃ騒いで遊んでます。先週キャンプに行ってきて、キャンプの Vlog 素材をアシスタントさんに編集してもらうので、テロップに入れてほしいそのキャンプ場の情報とかメモ帳を共有しているので、そのメモ帳に情報を入れていきます。急げー、急がないとやばい。味付けはもう塩のみ。すごい適当でびっくりしましたよね。こんな感じ、適当スクランブルエッグ。食べるかな。ちっちゃいおにぎり2つ。朝食べるの遅いのでおにぎりにします。作り置きしといたポテトサラダ、こっちにもハム入ってた。ウインナーにしてあげればよかった。何やってんの。また起こしに行こう。パパさん、起きて。じゃあ待ってるよ。起きた、起きた。今日なんか夢見てわーって泣いてたの。知ってた。パパ聞いてた、うん、いきなりって言ってね。で、えええええええってずっと言ってたよ。なんで夢見たの。ママに怒られた。悲しかったね。やだね、夢の中で怒られちゃって。起きよ、起きよ、待ってるよ。準備したの。味噌汁飲む。飲む。ごっくんしな。食べなさいよ。はい、ポタン。はい、
海苔を入れると。そう、でもスーパー普通の味だって。うん、味だと普通。いただきます。うん、甘っ。玉ねぎ甘っ。え、こんな甘いの？玉ねぎだけの甘さ。うん、え、玉ねぎだけの甘さ。めちゃくちゃ美味しいね。なんか飲んでないの？飲んでもらう？うわ、美味しい。どれ？歯に、歯についてる。またご飯早く食べて。後で、ご飯食べた後で。途中までメイクしました。唇の色だけつけていきます。撮影の時はちょっとティント系の落ちにくいものを使うようにしてて、ロマンドとかあとケイトのリップモンスターとか使うことが多いですね。濃いめに塗ってティッシュオフしときます。うん、散らかってる。メイコスメ持ってリップはたくさん持ってきます。髪の毛はですね、スタジオに着いたらいつも1着目の洋服に合わせてヘアセットするので、自分で、ね、ある程度整えていきます。これね、すごい良くて、ルメントのコードレスストレートブラシっていうものなんだけど、これで温度、いつも160度180度ぐらいでやるんだけど、今日はめっちゃ急いでさーっとやりたいから200度。電源入れてからもあっという間に温度が上がりました。もうね、つけてから速攻上がるからめちゃめちゃいい。で、私はこう簡単に整えたい時にこのルメントのリペアミルクっていうのとリペアオイルっていうのがあるんだけど、私はその時の髪の毛に落ちてたけど、今日はちょっとミルクにしておこうかな。ちょっとだけミルクって言ってもね、そんな重たくない感じなので、すごいんだよねこれ。重たくならないっていうのがポイント。やっぱり朝から重たい整髪料つけちゃうとさ、撮影中にヘアアレンジしたい時に邪魔になるから。これで簡単に綺麗にまとまるんですよ。なんか結構この辺チクチクってアホ毛とか出ちゃうんだけど、これをこうやってブラシでとかしてさささっと朝は整えます。めっちゃ楽これ。セラミックコーティングがされてるので、髪への摩擦が少なくてダメージを抑えられるので、そこもいいなって思って、もうサラサラツヤツヤになる。顔もあれだけ綺麗になってればいいので、ぬめりとかもね、これでなくなるから、お直しに持ってくのにもすごくいいです。コードレスだからこのまま充電しとけば使えるからね。で、充電のこの口も C タイプなんですよ。なので充電もすごい楽。見て、これだけで寝癖が治るの。チャラくじゃない。で、こうちょっとさ、こうボリュームを出したいところを内側からこう溶かしてあげると、ふんわり髪の毛が立ち上がってくれるから、これで最近バババーっと寝癖を直してます。前髪が一番厄介なんだけど、見て、これボッサボサでしょ。これを上に立ち上げて、下からこうブラシを当てて、こうやってやるの。これ使うようになって、私生え癖がひどいんだけど、前髪めっちゃ前髪整えるの楽になった。コテとかだと難しいんだよね。けどこれはドライヤーして寝癖を取らなくても、これだけで綺麗に整えれちゃうから、めっちゃいい。どうですか？すっごい調子いい前髪。これやると調子いい、調子いい。前髪の調子がいいときはほんとテンション上がる。ちょっとまだ暑いんだけど、少ししたらもうすぐ冷めるので、もうこのままカバンに入れていきます。はい、ということで撮影スタジオ行ってきます。撮影作品だっす。どうしようかな、つまきかな。あ、メリーさんいいよ。メリーさん怖いよね。なんかこの歯車とか、うん、すごい使えると思う。だからどこでもか。In my own lane, you could still ride with me. Lord knows I made mistakes.ウェポンはいいかな。
私はヘアメイクしてくる。なんか長めのネックレスつけたかったな。ピンつけちゃった。ピンとかもある。こここんな感じで1着目12型取るのでさささーっと取りましょう、はい、取りましょう。はい、ちょっとそれで詰めろ。これを終わっていきましょう。See the girl in my visions. Now that I found you, I'm feeling for you. これは12月のコート撮影してます。まだですかね。します。でちょっと前髪のパサつきを抑えたいのでピメントリペアオイル、パサつき抑えてツヤを出してくれるので撮影の時はオイル欠かせません。こう束感を出しつつ前髪にシュシュシュと塗って、この顔周りのもみ上げとか、しかもベタつかないのでさらっとしつつツヤを与えてパサつき抑えてくれる感じなのですごいいいです。これこんな感じで OK。はい、ランチ休憩行きます。いつも階段のスタジオです、相変わらず。何を予約してくれたんですか、のぶちゃん。フランス料理です。フランス料理、フランス料理ってなんかすごいイケてるね。撮影の合間にフランス料理いいですね。気づいてない、気づいてない。あ、撮ってますよ。撮られてた。いいじゃん、いい感じの、ね、ランチ行ってきます。こんな感じです。つかないでしょ。うん。サラサラ。そう。すごいよね。オッケー。余ったのは塗ります。もったいないですね。もったいないです。すごい現実が見えてる。汚い。後ろまで入ってる。はい、ただいまです。ちょっと小腹が空いたのでお菓子食べます。芋けんぴってなっけ、細長い米油で揚げてる芋けんぴ。ナッツとお芋のね組み合わせがすごい美味しくてハマってる自分のやつ。なんかポップアップからすごく美味しいものをいただいたりとかして、甘いものとかお菓子にそこからハマっちゃって、なんか最近すごいお菓子を食べてたのでいけないなと思って女子。生美意識高い、ごめんね、食べたくなっちゃうよね、許してお腹空いてんの。ママ
にするものは本当に気をつけないとなって、うん、油物とかファーストフード系食べ過ぎちゃった、偏っちゃったとかっていう時とかはやっぱりなんか調子良くないんだよね。体がなんかザロモーって感じで、食べるものは大事ですね。このミックスナッツとかも高タンパクだし、お芋さんもね食物繊維がたっぷりあるので、芋けんぴとかもいろいろあるけど、その中でも原材料とかをちょっとでもいいから気にして選ぶようにしないとなってあんま気にしないんだけどさ、気にすぎると良くないからちょっとでも気にしようと思って、せめて口にする自分のおやつとかはこういったものにしてるんだけど、いつまで続くかは分からないまた明日からじゃわりこ食べてるかもしんないしね。こんなもんにして、夜ご飯はね作り置きがあるから、お米も炊いてあるしお味噌汁もあるし、もう温めてパッて出すだけだから、私だけお風呂先に入っちゃいたいと思います。洗濯は今日パパが干してくれたんです。なので取り込むだけ。今日アップするサムネを作ります。今日はね、書類整理管理の見直しっていう動画をアップします。編集アシスタントさんがサムネにできそうなフレーム画像っていうのを事前にまとめてくれてるので、そこからセレクトして作ります。もう大体発足中は YouTube のこういうサムネ作ったりインスタアップしたり、ね、SNS 周りのことやってるかな。あとアプリにも EC サイトをチェックしたりとか、あとは歌ってるアプリでカラオケつけて、もう本当にガチで歌ってるそれがね、唯一のねストレス発散なんですふぅ作り置きはラップして電子レンジで温めます。今日はね、サンマを焼きます。秋といえばサンマ。ポテトサラダはホリニシっていうアウトドア用のスパイスがあるんだけど、ホリニシとマヨネーズで味付けしました。これがね、すごい美味しい。で、コーンとハムとキュウリ。じゃがいもは私はちょっと食感を残して作るのが好きです。牛肉のしぐれ煮に刻みネギ。これは鶏つくねのきのこあんかけ。今日はさつまいもご飯です。私は少なめ。こちらは秋の香り香る御膳でございます。そうです、正解です。秋御膳にしました。秋の香り香るとかしか、秋の香り、秋の香り御膳。サンマさんと牛肉のしぐれに鶏肉のきのこ。なんか色合いも秋だもんね。だからお皿秋のお皿で食器にしてる。さすがです。はい、いただきます。いただいちゃってください。お芋ご飯、さつまいもご飯、美味しい。甘い、あんま甘くないかも。あれ、なんでだろう。あ、甘い、甘いだ。あ、うん、あ、自分でごめんね、お水最高です
これめっちゃ美味しいんですよ。そうなんですか。こぼさないでくださいね。怖いですか。あ、めっちゃ強いですね。めっちゃくちゃ美味しいです。玉ねぎ美味いですね。美味しい。玉ねぎもめっちゃ美味しい。最高。本当よかった。パパのいいのいっぱい。まだおかわりある。なんかさ、このカボスと大葉を今置いてるけど、はいはい、これ置き方正しいかどうかわかんない。どっちだったかな、うん、なんかあるんだよ。あ、左手で使うとか右手で使うかな。とか、こういう大葉とかもどっちに置くよ。へぇ、全部ね、美味しすぎて。好きなの最後に取る派だもんね。うん、このお味噌汁が何なのか言ってなかった。青さと玉ねぎの味噌汁なんだけど、緑色だからウータ飲んでくれるかなと思ったけどよかった。秋ごろいただきます。ポテトサラダは今食べた。ポテトサラダ美味しいの。1日置いたポテトサラダの方がすごい美味しいね。そうなんだ。うん、盛り付くね。美味しいね。美味しいね。うん、我ながら上出来た。皆さんにこうやってやった。こんにちは。うん、食べるんですよって。うん、お米美味しい。うん、俺買ってきたから。私が炊いたから。でも二人ともが美味しい。本当。でもパパが本当は偉いことなんだけど、でもどっちも偉いこと。ありがとう。に登録すると曲を選択できます。代わりにおすすめのステーションを再生します。OK Google、 曲はいいよ、大丈夫。わかりました、ありがとうございます。わかりました。だってすよ。 OK Google、 違う違う、曲止めてよ。 No No No、 曲止めて。代わりにおすすめのステーションを再生します。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日ね、動画で紹介したルメントのコードレスストレートヒートブラシなんですけど、このお値段が8800円、税込み価格なんですけれども、限定で8800円税込みでリペアミルクとリペアオイルがセットで購入できちゃいます。なので実質リペアミルクとリペアオイルが無料でついてくるみたいな感じなんですけど、すごくお得な限定のセットになっています。リペアミルクもリペアオイルもミニサイズっていうわけではなくて、しっかりとこのサイズ感でセットでついてくるので、とってもお得だと思います。このミルクとオイル、ブラシと一緒にセットで使うとすごい相性が良かったので、このブラシ気になるなって方はぜひこの期間にチェックしてみてください。概要欄に記載しておきます。この動画が少しでも良かったよと思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。